竜手は、親が清志勇が創設した沖縄の格闘技。竜手は、琉球の短縮系。琉球は日本に入る前の沖縄県の元の名前。1995年以前は、親伝は、彼のスタイルを琉球憲法と呼んでいた。が、琉球憲法は特定のスタイルではなく、沖縄に由来するすべてのスタイルへの言及であったため、結局それを琉手と改名。 竜手は相手への危害を意図的に最小限に抑えながら効果的な自衛を重視する。その実践者は竜手をスポーツでも運動の一形態でもないがむしろ人間の向上のために体と心を訓練する方法であると考えている。技術的に関節操作技術を組み合わせることを特徴とし体の弱点に有効な打撃を有する。 武道家の間でよく知られるようになったこれらの用語は、1980年代、初頭に、親伝によって、最初に、米国に導入された。他のアジア武道家、船越義陳、伊都須、安常、松村宗根,根と作アカン漢ら多くのスタイルとは、異なり、空手などの著名な専門家によって普及し、公に教えるスタイルから誘導され、主にプライベート、家のスタイルに由来していく。 親伝は、琉球古武術古武道などを最初に学び、秋代に琉球に移住した中国人の家系の子孫である脇殴りに支持した。この他、中村茂の沖縄憲法の影響も受けており、1968年に、うふぐしくと脇殴りがなくなってからは、中村が亡くなるまで沖縄憲法空手憲法連盟のメンバーでもあった。宮間時代の琉球王国琉手という言葉は、 二つの漢字を連結したものです。ありがとうございます。